こんにちは、芦屋人の芦屋ライフニュースです。この夏はルミナス神戸2の最上階ルームを貸し切り、今回は夏の夜空を彩る芦屋の花火を鑑賞する最高級贅沢プランをご紹介します。神戸港でレストランクルーズ船コンチェルトとルミナス神戸2を運営する株式会社神戸クルーザーから、今年新たに淡路芦屋の花火大会を船上から楽しめるラグジュアリーな最高級プランウルトラビップが登場しました。こちらはなんと200万円ですが、内容が超豪華。日本最大級のレストランクルーズ船ルミナス神戸2の最上階特別ルームザ・ノルマンディを1日1組20名様までだけに完全貸し切り、花火鑑賞は専用デッキで優雅に楽しむことができ、お部屋の演出は優雅なクラシックスタイルと賑やかなパーティースタイルから選ぶことができます。お食事は神戸牛のローストビーフや国産キャビアなどの豪華厳選オードブル、明石鯛のカルパッチョ、和風ビネグレット、フォアグラのポワレ、フランボワーズソース、イケオマールエビのロースト、アメリケーヌソースとブールブランソース、イケアワビの香草焼き、肝入り醤油バターソースなど、高級食材を使ったお料理の数々です。お酒はドンペリニョンのシャンパンタワーのほか、シャブリ、ナパバレー、シャンパンのパイパーエドシックなど、高級ワイン、ヴィンテージワインがなんと飲み放題。花火を見ながらこの内容のパーティーができるなら、200万円はむしろリーズナブルでは？お料理はその日の仕入れによって変更される場合があります。芦屋花火クルーズウルトラVIPは、7月27日土曜日の18時45分から、21時45分の3時間です。家族やカップルで楽しめるプランはないの？と思われたら、ルミナス神戸2のビュッフェクルーズは完売しましたが、コンチェルトの芦屋花火クルーズもあります。ホテルプラザ神戸での宿泊までセットになったプランもあるので、申し込み方と詳しくは神戸クルーザー公式サイトをご覧ください。いつも地上から見る花火、今年は船上から超贅沢に鑑賞してみてはいかがでしょうか。よかったら高評価、チャンネル登録もしてくれると嬉しいです。感想やご質問があったらコメント欄にお願いします。次回もお楽しみに。